だよな。これ14って書いてるけど、15日目からだ、なんで、ちょうど半分ぐらいで、行きましょう。TS 間に合うどころか2周した？マジっすか？おはようございまーす。視聴者1万5000人はマジですげえ。いやーまあ、あれだな。びっくりしたわ。1万人超えたのもびっくりしたし、まさかそこまで視聴者伸びると思わなかった。やっぱ新キャラみんな見たいんだな、デッドバイデイライト。俺を倒したい？じゃあ僕夏やろうよ。そういうゲームじゃねえから、これ。今日は150人集めれば上出来。僕がいただきますがかりね。え？僕が？すごい、お兄さんみたい。元気よくいただきますって言えばいいんだよね。はい、そうだよ。じゃあ行くよ。いただきます。いただきます。今日は15人だね。ごちそうさまでした。15人のみんなよろしくな。ごちそうさまでした。僕レンガで橋を作ったよ。森の中へつながる綺麗な橋ができたんだ。主人さんどうも。そうなんだ。じゃあ緑、奥の淵の方までまた一緒に探検してくる？うん、行く行く。ではこの後、新しくできた橋のところに集合ね。おお、うんうん、思い出作っていくか。この前は結局おばあちゃん家まで一緒に行ったんだけど、この子ってちょこっと頼りないんだわ。そうなんだ。じゃあ僕くん、今度はしっかりしなくちゃね。男らしく名誉挽回するんだよ。目が触るなみたいなこと言われてたけど、まあそこはね、多分許してくれたんでしょう。人を犬が持ってったって勘違いしてんだろう。わかんねえけど、いきまーす。僕くんのくせにいただきます仕切んなや。あのさ、ちょっと嬉しかったのがさ、コメントでね、なんか何々のくせに何々すんなやみたいな、あのジャルジャルのさコメント欄、あ、また話しちゃうけど、結構好きでさ、カッパのくせに、なんか、名前名乗んなや、みたいな。なんかそんなことコメントで言われてて、ちょっと面白かった。てかね、ライブ中にもね、面白いコメントたくさんあんだけどさ、全然拾えてなくてちょっと残念。後で見返すと、うわ、面白いって思うんだけど。僕くん、うちの牧場の牛さんたちの名前。あ、知ってる。フランソワ。やめて。やだ。エアパパ和光中いらっしゃい。時計まだ取ってねえや。まず牛乳持ってこう。はい。よし、これをコリボンにあげればいいんだ。これをね、コリボンにあげて、まあどうせ一杯じゃお腹いっぱいならないんだけど、まあ、毎日ね、はい、ちょっとでもあげることによって、コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。まあ育てていくと。はい、それじゃあツバメも様子見て。大丈夫だな。 OK、 未だ誰一人も犠牲出してない。素晴らしい。今度フランス語を話してみる枠取ってくれ。無理じゃないか。フランス語ってどういう感じだっけ。なんかルを巻くんだっけ。ルフランスの挨拶ってボンジュールだっけな。よくわかんないんだけど。レンガのとこってどこだっけ。こっちか。これがあんたが作った橋。そうです。そうだよ、僕が直したんだ。なかなかいいじゃない。さてと、森の中へ入ろっか。この森を抜けて坂をずんずんずんと登っていけば、ヒリヒリ岳の山頂へ。ヒリヒリ岳山頂か。おお、ヒリヒリ岳。そうよ、この辺ではウーテイ山の次に高い山なんだわ。今日は山のてっぺんまで行くの？無理無理、今日は森を抜けて桃の川の上の方にある奥の淵ってところを通って、最後に大神のおばあちゃん家の近くまで行くのさ。途中おっかないところもあるけど、ちゃんと頑張ってくるんだよ。うんうん、はい。あ、デートにならないように緑とは一緒に歩かないで少し遅れてついてくるのよ。うん、わかった。もうよくない？レッツゴー。もういいじゃん。ねえ、ピンポンパンゲーム知ってるよ。ピンポンパン
いい子少ないなってやつでしょ。ジャルジャルのネタ多分全部知ってると思う。多分こういうとこは原生林っていうのさ。はい、どういう意味？確か人が一度も触ってないっていう意味だよ。あ、そうなんだ。じゃあ次へ行くよ、バイバイ。あ、人が一度も触ってないってことは、まあ原生林は自然に育った林っていうのか、誰かが木植えたとかじゃなくて。あ、クワガタ取ってないね。あれ？スルーしちゃった。まあ、いっか。おっと！来た！セミ？眉立て茜。やっと来た。ずいぶん時間がかかったわね。お待たせしました。そうかな。こんなところに女の子が一人でいるなんておっかないんだから。山の中で熊に出会ったことあるの？あるわけないっしょ。あれ？北海道の人はみんな熊に会ったことがあるんじゃないの？あったら死んじゃうかもしれないんだから、そんなことめったにないよ。そうなんだ。でも山の中で切り株とか大きな岩の塊を見て熊だと思ってびっくりすることはあるよ。いや、クマ会ったことないよ。じゃあ次行くよ。しかもクマと会った時に、バイバイ。死んだふりしたら余裕で殺されるらしい。だからみんなクマに会っても死んだふりとかやめた方がいいよ。カラフトヒョウモン。出遅れた植物いらっしゃい。ねえ、なんか普通に死んだやつも食うもんな、クマって。無抵抗なら抵抗して死にたい。間違いなく抵抗しても簡単にねじ伏せられちゃうけど、まあ、確かにそうだよな。ちょっとは抵抗したいよな。やったー。いや、まあクマに会ったらもう人生諦めるか、なんだろう、木になりすましてね、じっとするぐらいしかないんじゃないか。死んだふりじゃなくてね。うわー、すごいところだね。養殖いらっしゃい、うん、ここが奥の淵。この下が桃の川なんだわ。桃の川。この橋ちょっとおっかないよね。どうしよう。お先にどうぞ。いや、そこはまあレディーファーストで。ねえ、緑ちゃん、僕が先に行ってもその後一人で渡ってこれる？わかんない。じゃあ僕と一緒に渡ろう。お、いいね。僕くん、僕くんはおっかなくないの？リードしていけ。そのまま怖いけど、おじちゃんおばちゃんがしっかりしろって言ったから今回はちょっと頑張ってみるんだ。よし、よし、行こう。リードしていけ。いいね。いや、やっぱりおっかないよ。大丈夫だ。僕もあやった。おっかなかったけどちゃんとできたね。うんうん、これでもうバッチリだ。あ、でも男前のとこあんね、僕くん。一緒に渡っちゃったからデートになっちゃったね。うん、そうだね。じゃあこれは二人だけの秘密にしよう。うん、そうしよう。ええー、なあ。じゃあ約束だよ。甘酸っぱいなあ。指切った。甘酸っぱいなあ。降りられない。ねえ、このままじゃおばあちゃん家の方へ行けないよ。へへ。こんなのへっちゃらさ。青春だよ。どうすんの？羨ましいよ、なんか。すっごい。ちょこっと見直しちゃった。どのくらい？でも。ちょこっとだよ。絶対みどりちゃん惚れてるよ。今日のデートはこれでおしまい。あ、ここからは一人で帰れるよね。どうだろう。大丈夫よ。じゃあね。意外に楽しかった。バイバイ。ゲームではデートできてよかったね。うるせえな、関係ねえだろ。何かいるかな。はい、塗り干し髪切り。なんだこりゃ。僕はね、ミルキージェットっていう相方がいるんで。何かいるかな。ほら、カナブン。うーわ、すごいの。ビッグ。
あ、ミルキー仮面か。ごめん、名前間違えた。捨てまーす。砂糖の顔。ミルキー仮面、捨てまーす。名前間違えたんで。嘘嘘。ごめんな、間違えて。どこだ？あまりにも、使わなさすぎて。こいつか。やっぱさ、ジャンボキングがいるからさ、見てほしい、ジャンボキングのデカさ。これ見たい。こっちに入れたいな。ジャンボキングこっちに入れよう。デカさ見るために。でかい！おい！ねえ。見て、この、右下のさ、なにこれ、コクワガタ？コクワガタと比べて、何倍あんの？でかすぎだろ。なんかちょっと光って、テカってない？これ今僕が持ってる虫で最強のやつ。あ、今のノコギリだった？嘘。あれ？あ？あ、これノコギリだ。あれ？ジャンボキングは？ちょ、待って。ジャンボキングも63か。あ、ジャンボキングも一緒だ。うわ、この、二大巨頭。でっけえ。いいね。いかつい虫かごだわ。小学生の虫かごとは思えない。あ？なにこいつ？はじめまして。このおじちゃんは誰？うちの長男のりょうさん。りょう。こんにちは。僕はどこの子だ？僕は、今はあっちにあるおじちゃん家に住んでるけど、南の方にある内地ってとこから来たんだ。おじちゃんは？おじちゃんは札幌の平岸に住んでんだ。札幌って、この前オリンピックやったとこ？そうだ。札幌でオリンピック？うわっ！来た、レア。ごましじみ。いつの時代だ、これ。札幌は最近、人口が100万を超えて地下鉄が通ったんだ。町の特徴だった明治大正の建物はもう何も見かけなくなったんだ。こんにちは。はい、こんにちは。裏の方にいろんな色の畑が見えるけど、あそこは何を作ってるの？黄色いのが麦さ、茶色は。こんばんは、ニコ生ライブ初見どうもです。これから何か植えるとこ、緑だといろいろなもん、時期によっちゃそばが白く見えるさ。そうなんだ。まあ裏はうちの畑じゃねえんだけどね。札幌オリンは1972年。全然生まれてねえ。病気が出ねえように毎年季節ごと畑ごとに違うもんをこさえんだ。だからいろんな色があってパッチワークみてえに見えるべさ。魔女みてえな話し方するね。チョコ、おはよう。おはよう。何時に起きてんだ。何時に寝て何時に起きてんだ。いらっしゃい。来たかバカにすんなよ。そしてチョコが20歳。いや、チョコが1972年に20歳だったら今何歳？ 66？ ん？何歩だ？ 76？ 算数ができません。こんばんは、僕夏待ってました。どうもです。いらっしゃい。
俺も北海道住みたい。じゃあぜひこの僕の夏休み3買ってやってみてください。気分味わえるよ。よし、虫相撲やりに行きたい。キングサイズにもう一回挑みたいんだよな。まだなんかいるべ。僕でも国語は得意でしたよ。唯一勉強できないんですけど、国語だけ得意でした。お前緑と奥の淵まで行ったんだって。そうだよ。けどうせおっかながって丸太橋渡れなかったんだろう。そんなことないよ。あそこにさ、神の滝っていうでっかい滝があったろ。へへ、あの滝壺にさ、はい、義経が隠した財宝が、財宝が眠ってるって話があんだぜ。財宝？そう、俺今度あそこに潜ってみようと思ってんのさ。あ、古典とか得意だったよ。古典の先生に褒められたもん。一目置かれてた。なんか授業中に誰か指摘され、先生側から誰か指摘してこの問題解けって言うんだけど、その人が解けなくて、よし、わかんないか、おい、じゃあチョコみたいななんか最終手段として頼まれてたぐらいの。いや、エアエピソードじゃないで、これマジだぞ。マジマジ。何か聞きたいことあっかい？嘘じゃないんだ、これ本当なんだって。僕に話しかけてね。出たその話って。なんで、なんで信じてくれないのみんな。今日はデートになっちゃったね。うん、行っちゃった。そうだね、ゴム飛びしよっか。行っちゃったよ。照れちゃうな。なんで夏休み中こっちに戻ってきたの。誰に話しかけてんの、ね、僕くん。みちはこっちに親戚がいるんだ。休みの間だけそこにお世話になってんのさ。そうなんだ。じゃあ僕と同じだ。いや本当に嘘じゃないんだって。マジだぞ。いや、虚言、なんでこんなに信じてくれねえんだみんな。がっかりだよ。え、あと何するっつったっけ。滝壺、滝壺行くか。間に合うかな。そういえばおじさん、昨日長年使ってたラジオ、俺は信じるぞ。そこありがとう。僕拾ってこようか。え、ごめん。いやいや、いいよ。どうせ中に水が入って使い物になんてた今。さてと、船に乗って向こう岸へ渡るべか。何が落ちてた。じゃあこの真下ラジオか。こいつどんだけ落とすんだよ。あ、ほんとだ、あった。これか。よし。え、音楽流れた。優雅だね。なんかこれ CM で使われてたよな。え、取れないんだけど。取れないよ。あ、この曲だけだ。防水なんだね。滝壺行くか。なんか拾えない、流すだけ。よ、バカショコいらっしゃい。ここの下潜れるかな。スタミナが
足りるかな。財宝が眠ってるって言ってたんだけど、どこだろう。もうちょっと下見えねえかな。今が溺れそう。操作がむずい。あ、これか。でも王冠だよね、これ。これが財宝なの？王冠全部で50個あんだよね。これじゃないよな、多分。これなんか。それお宝って言ってんのお前だけ。だよな。何やってんのこれ。ダメだ、わかんねえ。あ、待って。今、滝壺の中に光ってるものが見えた気がする。これ、これ何？来たー！見つけた。また王冠。王冠かい！結局王冠かい。王冠しかねえ。新キュラー動画見たけど面白かった。ありがとうございます。しっかり2000やって、メメントとあと新マップの動画撮ったんで、ぜひ、ぜひ見てください。ちなみに、一回パブリックテストバージョンから、普通のやつに戻して、もう一回パブリックテストバージョンダウンロードしたら直った。ちょっと時間かかった。最近常に外人のファンいるよね。わかんない。そうなのかな。あれ、本当に外国の人なのかな。ショコと、あ、なんだっけ。プリーズセイショコと申します。っていうコメントの人だっけ。あれってでも、外国の人じゃないと思うけどね。外国人を装った日本人がネタでコメントしてるんだと思うけど。あれ、日本人だよな。はるみちゃんはなんでここにガラスのことを習いに来てるの？好きなんだ。作るのも面白そうに見えたし。でも難しいんじゃないの？面白そうに見えたけど、でも冬に習いに来ればよかった。なんで？夏は暑すぎるっしょ。いやでも北海道だぞ。暑いけど面白そうに見えカラカラしてるからな。春から秋が最も忙しい時期なんだわ。なんでですか？ガラスは夏に需要が増えるだろう。つまり冬は暇だってことなんだな。うん。じゃ、島流しから何に変わるか。ごめんなさい。今度やったら逆さ貼り付けの刑だからね。おお、どんどん怖くなってくんな。最終的にどうなんだろう。殺されんのかな。最終的に、あ、やばい、虫相撲今日やってねえや。悲しい。最終的にメメモリ、メメントモーション見してくれ。ガラスの材料にされる。
や、まあ今日はいっか。明日やろうぜ。ただいま。今日は緑ちゃんとデートしてきたよ、お母さん。お母さんじゃねえけど。僕くん、今日の晩ご飯は何でしょう。ヒント、今度はインドの料理かな。カレーライス。カニ玉丼、ナスの肉味噌炒め。どっちもあんま好きじゃねえな。ナスあんま好きじゃないし、カニ玉好きじゃないし、割と好き嫌い激しいんだよな。じゃあ当たるか外れるか分かんないけど、楽しみにして待っててね。ナス美味しくねえんだよな。なんかぐじゅぐじゅしてて気持ち悪い。いや、好き嫌い聞いてないで、別にいいじゃん。話してもいいじゃねえか。でもナス、なんかね、ガキンチョたち、食感が好きじゃないんだよな。すべやるようになってから自分語りくっそ増えたよな。え、自分語りってしない方がいいの？ダメ？じゃあ、いただきまーす。あ、なんでアイドルと勘違いって、なんなんだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、まあ祭りやってんね、また。もともとやってたよな。なんか新規の、ちょ、過激な人が反応しちゃってんのかな。祭り来てよな、これ。今これ、おばあさん話しかけても子守歌歌うだけだからと思ったら緑ちゃんがいない。なんでだ。またそういうの拾ってる。ごめん。なんか、最近多いんだよ、僕の配信に。なんか目に入っちゃう。んって。お、何やってんの。ねえ、何をしてるの。この子とお話ししてたんだ。牛だよ。そうよ、この子男の子だし、もうすぐいなくなっちゃうんだわ。僕も男の子だけど。お前も男の子なのか。男は大変だよな。あれ、話しかけらんない。寝よ。風呂入って寝よ。次の日だ。今度虫相撲してこないとな。オッケー。さあ、おやすみなさい。やばいやばいやばい。絵日記。緑ちゃんと山の中を探検、時々怖いところがあってドキドキしながら歩いたよ。いいね。青春だ、青春。ちょっと待ってね。
ちょっと待ってよ。よし。さあ、8月16日行きましょう。始めていきます。おはようございます。早めに寝たんでラジオ体操にも参加できると。そろそろこれ T シャツ買えるか。まだ着てないやつあるよな。ハテナのやつもなんか解放されてるかもしんないし、見てみよう。今朝コリボンを放牧に出したよ。放牧っていうのは秋になって寒くなるまで牛をずっと外に出しておくことなんだわ。育ったねコリボンも。なんで？まだ子牛だからさ、大人になるまでは子供を産んだりおっぱいを出したりできないっしょ。うんうん。だから大きくなるまでは餌代や手間がかからないように放牧地に出しっぱなしにしておくのさ。寂しくないのかな。最初は寂しいかもしれないけど、ちょこっとやってきていらっしゃい。お友達もいるし、一日中遊び放題、草食べ放題だから慣れてくると結構楽しいんじゃないかな。そうね。雨が降ったらどうするの。木の下に固まって雨宿りしてるっしょ。なるへそ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ん？これってもう餌あげなくていいの？でもそれはちょっと寂しいな。さて今日の話題です。月末に日本国内で観測される皆既日食に関して室蘭星空天文台の主任研究員助手坂崎二郎さんにお話を伺いました。今日の特集です。先日本工事着工から4年経った青函トンネルの構内でエゾシカの親子が目撃されました。え？勝手に消されんだけど。時計ゲッツ。まあいいや、見に行ってみるか。ちゃんは小さい頃から牛さんが好きだったの？わかんない。すっごくちっちゃい時から牛が周りにたくさんいたから、そんなこと考えたこともないよ。牛怖えからな意外と。あんた今日は自分の仕事ちゃんとやった？まだやってない。でも忘れずにちゃんとやんだよ。はい。うちのママがよく言ってんだ、世の中にどうでもいい仕事なんて一つもないんだって。いいこと言うな。今からやります。いないなコリボン。放牧されてんのかもう。大丈夫だな。よし。どこだ？ここか。おばさん。ボク君、放牧中の子牛たちの名前教えてあげよっか。うん、教えて教えて。じゃあまずこの子はね、ピロシキっていうの。変な名前。緑がつけたんだわ。ピロシキって何？カレーパンみたいなやつよ。知らない？うん。ロシアの料理な。内地では知られていない食べ物なのかな。
あれコリボンかな、真ん中にいるやつ。よかったな。これからお腹いっぱい、草も食えるし、最高だな。コリボン、おーい、今まで餌あげてた僕だよ。おーい、僕だよ。何やってんの。ねえ、おーい、僕でーす、僕でーす。あはは、忘れられたもん。悲しいね。なんで、なんで懐いてないの、おかしくね。やっぱ通じねえのかな、牛には。今日から外に出してあげたんだけど、あんまり喜んでないみたいだね。やっぱりお母さんの近くがいいのかな。いや、それか、僕くんのお世話を受けたいからあえてその嫌がってんじゃないの。今まで世話してあげたから、もう一回僕くんに世話してほしいよっつってダダこねてんだ。おめでたいやつ。それはない。そうか、ちょっとはあるべさ、ちょっとはあるべさ。おっと、ニューノム借金きた。定山しじみ、虫相撲やりに行きましょう。はい。ん？なんだい君、そんなとこにあったのね。じゃあ意外とさ、こういうとこにもあんじゃないの。お前、まさか。あ、バーカ。それは望んでないんだ。それを望んだんじゃない、今。やべ、時間進んじゃう。オッケー。はい。来たぞ、虫相撲。虫相撲、厄介。俺様に勝とうなんて2万5000年早えぜ。この前倒したけどな。今日はみどりちゃんがいないから呼んでこなくちゃ。来たよ。じゃあ生贄は？レイ君。早速ジャンボキング行くわ。おせおせで51勝4敗って勝率やばいよ。まず俺が相手だぜ。弱いじゃ話にならん。キング来い、キング。俺持ってないぜ。緑チェンジ。ごめん、持ってないんだわ。じゃあこれでどうだ。おお、来た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 。黒輪のでかい53ミリ。黒輪で53ミリ。よし行け。いや、まあでも、おお、まあ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 、まあ、技は出されるだろうなとは思ったけど、悔しい。所詮その程度よ。じゃ次は俺の番ね。あれ強いじゃんこれ、強いじゃん。キングできないんだけど。ねえ、キングできなくなった。勝ちじゃんもうこれ。キングから強いに変わった。話にならねえな。おい、ジャンボキング、ジャンボキング、もう次は私だよ。
負けないわこれ。待ってね。他の虫鍛えた方がいい。え、どうしよう。じゃあ、ああ負けちゃったしや。もう強すぎるからな。勝ちを約束されてる。次は僕の番だべさ。あ、一日一回か。おお、カマキリ来た。ちょっと待って。じゃあ、わかった。ごめん。じゃあ最初ないがしろにしてたミルキー仮面いく。ミルキー仮面、どこだ。あ、いた。あ、違う。ん、どれ。ミルキー仮面、あれ、ミルキー仮面いないんだけど。あ、いなくなった。あ、いたいたいた。おい、いけ、やれ。よし、いけ。うわ、まずいっしょ。おっしゃ、いいね。うわ、相性いいんだよ、ここ多分カマキリとは。次は俺の番ね。相性の悪い敵が来ると、いけいけ、即死する。あ、これ多分相性悪い。技決まんないやつだ。え？おー、回し蹴りね。次は私だよ。今の死んだふり？使ってね。おお、ちょっと待って、割と強えな。あ、割と強えわ。負けちゃったしや。ミルキー仮面。なんだ、何で負けたんだっけ。うっちゃられたんだっけ。よし、行け。こいつダンスしてくるからね。あ、オサムシか。あ、こいつとは相性悪いんだ。そうだ。でもなんとか押し切れそうな。うわ、まずいっしょ。そう、オサムシに攻撃が当たんなくてスタミナ負けしたんだよな。踏ん張れ、こらえろ。ただギリいけそうな。あ、やったね。どんなもんだい。頭突き。そうなんだよな。スジカ行くか。サンダージェット、忘れかけられてるけど、実はこいつにも名前がある。よし、行け。こいつの技は、うわ、まずいっしょ。一撃必殺ハサミギロチンみたいな。うわ、まずいっしょ。これ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 ね。めちゃくちゃ強いんだけど、この通り外した瞬間自爆してしまうというキャラクターでございます。はい。ちなみにこのスジクワガタ、緑ちゃんがすごい欲しがってました。私も欲しいしょやずっと言ってたね。はい、じゃあこのでかいだけのノコギリ出していくか。よし、行け。ただでかいだけ。ボロ負けだ。少し押しとくか。ボロ負けだ。デックの棒。あ、弱いで育てる。僕の勝ちなんだわ。そうなんだよね、ノコギリね、なんかやっぱ育てないとダメみたいなんだよな。デカカナブンやってみる。ガンバガンバ。でかいね。よし、行け。お、今の何、煽り。使
少し押しとくか。押すの？いいよ。草滑りのアイテムまだ取れてない。うわ、まずいっしょ。技出せれば勝てる。あ、来た。トランポリンケタグリ。はい。最初見たときびっくりしたぞ、この技。あ、悔しい。もうスタミナの伸びがいい。じゃあ次は俺の番ね。スタミナの伸びが良い。あ、外した。あー、これ相性悪い多分。あー、相性悪いね。やった、いけるぜ。決まんないやつかな。来た来た来た、よくわかんないやつ。うわ、負けちまうよ。え、カマキリ今回何してんの。カナブン勝ったっしょ。次は私だよ。お、これカナブン意外と、お、細いけど力持ち。大カマキリやばい。緑ちゃん出してきた、とうとう。目を回してんのか。いけ。力負けしてる。ダメだ。いけ、そこよ。私の勝ち。ダメだ。強い。単純に力が強い。オオカマキリは強すぎるべさ。ほとんど反則さ。ほう。わかった。じゃ、ここは。ドサンコハリケーン行くわ。あら、なんか強そう。よいしょ、よいしょ。なになに、ビビっちゃってんの。待ってね。いい感じ、やばいな。いい感じ。いや、力強えな、やっぱ。いい感じ。あー、ダメか。ドサンコハリケーン、技が決まんないと勝てない。いけ、そこよ。くっ、いや、ダメだ。ダメだ。オオカマキリは強すぎるべさ。ほとんど反則さ。おい、ハヤト、お前、デパートカブトムシが言う言葉か、それは。敵取ってくれ。ジャンボキング。よいしょ、よいしょ。お前しかいない、もう。立ってね。頼む。互角だと？こいつ。大余裕。はい。やっぱりジャンボキングなんだよな。次は僕の番だべさ。よし、行け。じゃあ余裕の勝利。まずいっしょ。うわ、まずいっしょ。なあ、悔しい。え、交換どうやってやるの。じゃあ次は俺の番ね。ちょっと待って。行け行け行け。でかいな。ちょ、これやってからにしよう。自分よりもでかい相手。え？で、あ、負けたよ。虫を持ってノートを開くか。了解。次は私だよ。弱すぎだな、あいつ。じゃあこのノコギリ持ってくか。虫交換ノート。ん？出てやんだろ。薄葉カマキリ。薄葉カマキリってなんだろう。あ、蝶々とかトンボでもいける。じゃあこのルリボシカミキリでいいや。これ多分使わないし。あっ、なるほどね。ちょ、見方がよくわかんねえけど。あっ、ノコギリクワガタ換算で 3.9 匹の勝ちってことは、上のノコギリクワガタ換算で 3.5 匹よりも大きかったらいいのか。なるほど、わかったわかった。
薄バカマキリもらいたいな。ジャンボキングの評価いいよ、いいよ、見るか。相当いいんじゃない？17.9 匹分絶対あげない。うわこいつ 1.5 匹分かよ、安っ。レア蝶々いいね。どれだこれか、ゴマシジミ。あ、13.3 匹、いいじゃん。ちょ待って、だったらカブトムシ、ノコギリクワガタガンさん 24.7 匹たけー、欲しい。めっちゃ高い。まあ確かにさすがに高いね。オスだけど姫、名前のセンスいいね。これさ、なんぼ ?21.7? 24.7? 24.7 匹分の価値のやつをゲットできるかどうか。じゃ、したっけ、したっけ、バイビー。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。課金してほしいわ。したっけバイビー。あれドンキ渡す。またもっといい虫捕まえよう。来い、何かいるかな、なんか来い。おさむし。やったね。おさむちゃん。なんもいない、マジ？頼むよ。何かいるかな。あー、そう。砂糖水を使おう。ほい。この辺なんかあるよな、絶対な。あの王冠がどっかに落ちてるような気がするんだが、さすがに1マップに1つはあるべ。片っ端から丸連打でねえか、ねえな。間違った、あー移動しちゃった。綺麗だな。お、ニューム教え。悲鳴岐阜町、一応レアだな、こいつも。チョコのケツアゴで流しそうめんしたい。いや、ケツアゴってことケツアゴじゃねえんだよな。ケツア、あのさ、外国の人って割とケツ、あ、ケツ割れてるじゃねえや。ケツアゴの人多いよな。何かいるかな。なんでなんだろう。何もいないよ。あれって遺伝なんかな。砂糖水を使おう。よし。いや、ケツ割れてないで、ケツ、あ、顎が、ね、割れてるっていう。ザキヤマってハーフなんかな。あ、ケツ顎だから関係あるか、それは。日本人はあんまケツ割れてないの。ケツっていうか、顎ね。いや、ケツは割れてるよ。
ケツはみんな割れてますけど。ねえ、おじちゃんが住んでる札幌ってここから近いの？ここから近いの？すぐ隣町だよ。車で2時間ぐらいさ。それって近くないと思うよ。ホワイトアスパラの畑って見たことあっか？白いアスパラ？そうさ、この辺は一応白いのも緑のも特産地だからね。ホワイトアスパラの畑はね、土しか見えねえのさ。アスパラはどこにあるの？お日様が当たらねえように拝ってきた分だけ上から土をかけんだわ。拝る。ホワイトアスパラは見たことない。アスパラは見たことあるけど、見たことあるっていうか、その育ててるとか見たことあるけど、ホワイトアスパラって味違うの？普通のアスパラと。栄養的な問題か？食べたこともないやん。あ、ふにゃふにゃなの。あ、だったら割と好きかもしんない。アスパラのさ、あの、先っちょの方好きなんだけど、この、茎側っていうのかな。まっすぐなところ、あんま好きじゃない。ま、好きじゃなくはないんだけど、先っちょの方が好き。わかるかな？あ、ちょっと、もさもさってしてるとこらへん。硬いとこがあったりするとね、うんってなっちゃうんだよな。エルタテハ。あ、ちょっと待って、さっきのさ、エゾギフチョウだっけ？値段見てみよう。今日何もなかったな。とりあえず。ジャンボキングが虫相撲で頑張ってたぐらい。あ、最初は私ね。これじゃないな。どこに入れたっけ？ジャンボくんか？いや、これ高いべ。これ高いぞ、絶対。18.2! 高いけど足りない！これ足せねえのか？ねえ、足せない？合わせて交換とかダメ？配合てか、配合さって聞いて、やっぱさ、ドラクエやりたいよな。ドラクエやりたいけど、今それ以上にやりたいゲームめちゃくちゃ溜まってるから手出せねえんだよな。配合できるドラクエなら何でもいいっていう。あ、歌ってる、やった。ちょっと待って、これ行きたい。どっちから行くと近い。こっちか。やばい。どっちから行くんだ。下降りて。待って、ニューの虫。ひなばった。これ降りたら、降りたらダメだな。中から行くか。もう絶対間に合わねえ、でも。ちょっと、お母さん待って。
どっち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 だ、やばい、どっちかわかんねえ、やべえ、わかんない、あ終わったこれ絶対、どこにいんのみどりちゃんここで聞くわ、もうあさっきのとこ降りんのちょ頼む、おばあさん待って、お願い、ちょっと待って、マジで来んなよ、おじさん、よしやった、いける、よーし、やった、はあ、ここって大きな声で歌っても隣の家に迷惑がかからないし、とってもいい場所だね。あんたん家では無理なの？うん、すぐ隣が隣だからね。哲学だな隣が隣なのは当たり前じゃないの？違う違う、すぐ隣が隣なんだってばまあまあ言いたいことはわかる、なんとなく、ここが一番好き、僕夏の中で今のところ、胸に白し朝の霜、ただ水鳥の声はして、未だ覚めず岸の家、カラス鳴きて木に高く、2番か、人は旗に麦を踏む、ひなたちゃん死んでない、3番？長いな結構。上手くなってるね、しかもね。あ、本当に山彦だ。うわいいね、田舎行きてえなー、白し朝の霜、だだ水鳥の声がして、今は食べず岸の家、カラス鳴きて木に高く、人は叩き麦の住む、上に小春日ののどけしや、やえねたきで花もみゆ男子怒られるやつね あれ、いや癒されるね、近所たち、ご飯できたよ。癒されるわ。じゃ、いただきます。いやいやいや。いただきます。シチューだ今日。
クイズやってねえけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。緑、お前昨日晩ご飯の後いなくなってたけど、どこに行ってた？家の前でピロシキとお話ししてたんだ。ブラシかけたりとか。今日もこの後行くのかい？うん。あなたを追って出雲崎、悲しみの日本海、懐かしい。ジェロな、好きだったな、海行き。懐かしくない？あ、またこれあれしてんのかな。じゃあね、海行き知らないってことは結構若い。今10代の人は多分あんま知らないよな。あ、うわ、うわ、あれ？なんでみんなここにいるの？夏の終わりになると焚き火の火が恋しくなるんだ。焚き火やってる。なんで焚き火の火が恋しくなるの？なんでだろうね。なんで焚き火の火が、うん、みどりちゃんは一人だけいなくね。あ、いた。山の中の探検楽しかったね。うん、僕も楽しかった。ねえ、あんたってやっぱりあの時のこと覚えてんじゃないの？何のこと？小さい時この家に遊びに来て、うそんこで私と約束したことだよ。あ、ふといきなり何かを思い出したような気がした。でもやっぱり気のせいだった。ちょっとドキドキしちゃうね。僕がした約束って何？聞くのか。何って聞かれても困るっしょ。思い出せ、僕くんよ。きっと結婚の約束なのかな。大人になったら結婚しようねっていうね。いいねー、いい、そんなエピソードいい。立ち見はもはや限界集落。多分一人かもしんないけど、ゆっくりしてってくれ。いや、おっさんだよ。おっさんです、僕は。高齢の一人立ち見、すまんな。でもどうしようもできねえんだ、この状況。諸骨いらっしゃい。立ち見ってどうやったらいけんだよ。やめてよ、毎回立ち見とアリーナで言い争うのは。毎回っつっても毎回出ねえけどさ。ショコって味噌汁？いや、味噌汁じゃない、まだ。一応20代前半かな。まあもうちょいで、あれだけど、味噌汁行きそうだけど、行きそうっていうか、20歳過ぎてから時間過ぎるの早いし、あっという間だろうな、きっと。今日は何もない特別に素晴らしい日だった。トラクターのタイヤ。100歳になったら何したい？100歳まで生きたくない。
10代だと思ってた。なんかさ、この声でさ、声が若いってよく言われるから、それで意外と年いってたって思われることが多い。いや、着替えてねえや。着替えよう。渋い声。低めの声ってことか。不満騒動だけど、はい、どうやら里に降りてきてたのはあの親子だけだったらしい。はい、両方園の被害もばったり出なくなったって。ねえ、お母さんクマは鉄砲で撃たれちゃったのに、なんで子グマは撃たれなかったの？まだ小さいうちは人を襲ったりしないからだよ。じゃあ子グマが育って大きくなったらどうなるの？どうなるのさ。ちょっと確信に迫るのやめてくれ。どうなるんだろうね。じゃあいただきます。いただきます。そらもう、そらもうね、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それはもう蜂の巣でしょ。クマの肉は臭いんじゃないの？臭いから食えないんじゃないの？じゃ、全然じゃあじゃない。僕くん意外と残酷ね。あ、手がうまいんだ。あ、意外とうまいって意見多いな。へえ、そうなんだ。人肉は臭いと思うけどね。人肉は臭いよ。 100% 美味しくないでしょ、人肉なんて。いや、僕は食べたことないですけど。僕は食べたことないですよ、もちろん。予想です、なんとなく。あ、大丈夫かい？なんで巣から落ちちゃうんだろう。おっちょこちょいなんだから。まったく。いいかい、もう絶対に落ちるんじゃないよ。必死にごまかしてる。あ、ほら、立ち見にうまいよって言ってる人いるよ。おい、人肉食ってるやついいんじゃん。怖えよ、なんかさ、嫌よの人でさ、うまいよって言ってたら、それ本当かもってちょっと思っちゃうんだよな。本当に食ったことあんのかなって思っちゃうんだよな。大体嫌だ。まあそうだけど、なんかこの人マジで食ってそうだなって。なんか文章からはさ、感情って伝わってこないじゃん。例えばこのうまいよってコメントがあったとして、あったとするんじゃん。その人肉に関して、うまいよみたいな、なんかちょっとさ、冗談交じりな言い方か、うまいよみたいなガチな言い方かっていうのが分かんないじゃん、そういうのって。なんでハテナなんで分かるだろ、今の説明で。まあそれでちょっと信じちゃう。クマ見に行きました。その時私はなぜかおじとの会話を思い出してしまった。まだ小さいうちは人を襲ったりしないから、ね、お前も育ったら。じゃあ子グマが育って大きくなったらどうなるの？どうなるんだろうね。君ももしかすると鉄砲で撃たれちゃうのかな。僕くん、まずい。それ以上はまずい。あ、逃がしてあげるんだ。これがあんなに大きな騒動になるなんて思いもしなかった。おい、ちょっと待て、とんでもねえことをしてしまったかもしれない。
でもいいんだ、これでいいんだ、これでよかったんだ。何かいるかな。コリボンが食われるだ。うわすっごいの。ヒメオオクワガタビッグ来た。電化ついちゃったかな。何もいないよ。いや、きっと砂糖水を使おう。覚えててくれてるはず。だから、こいつは悪さはしない。俺信じてる。あ、ちょ、お願い事していこう。あのクマが元気で健康で健やかに育ちますように。そして人間に危害を加えるようなクマになりませんように。寺ってそういう場所じゃないからいいんだよ。いいんだ。何かいるかな。雰囲気だけで。何もいないよ。砂糖水を使おう。はい。ピュッ。よし、取るぞ。今日こそ。まず最初は右側にあんま行き過ぎないように左から攻めていく。左から攻めてって、で、どこら辺から右に行けばいいんだろうな。ここもちょっと左行ってみるか。あ、で、こっからアプローチしていくか。ここでインコース攻めて。インコース。あ、いけそう。待って。いけそうな気がする。どこにある？これ、問題は。分かったわ。掴んだ、コツを。ルート確立した、もう。草滑りを楽しめ。さすがにもう次の日でいけるわ。さすがにな。今のルートだね。今カメラワーク悪かったな。そう、操作が思ってる以上に難しいんだよね。何回やんだよ。毎日やるよ、これ。よし、今日もガラス割りに来ました。こんにちは。僕です。ドン。こら、クソガキ！何すんだよ！ごめんなさい。今度やったら結婚してもらうから。おお、結婚に戻っちゃった。なんだ。結婚はいいや。僕、緑ちゃんと結婚するんで。暑いな。胸とか膝の裏側とか、汗もだらけなんだわ。夏に火を使ってるんだから、しょうがないよ。内地でガラスやってる人は、もっと暑いんだろうな。拭いてやれ。えどいね。どれ見せてみ。おっさんか。とにかく暑いだろ。暑い時にそんな話しないでください。内地でガラス吹いてたら室温が60度超えるからね。60度。川に落ちたのかと思われるほど汗をかくのがこの仕事なんだ。60度って、室温60度って人って大丈夫なの？サウナだよな、ほぼ。
俺の平熱じゃん。いや平熱高すぎな。死にはしないか。まあ、でもその熱中症とかは起きそうだよな。起きやすそうだよね。ちょっと怖いね。いや扇風機使ってもよ、どうせ熱風じゃん来んの。そういう時ってやっぱクーラーとかなんじゃないの。なあ僕ちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか。熊イベいつだろうね、わかんない。今日逃がしたばっかりだから。スジクワは空中戦が得意さ、角ドリルなんか豪快だぜ。まだ何かあるかい。大クワのメスは女の子だからって甘く見ちゃ痛い目に遭うぜ。まだ何かあるかい。エゾカタビロオサムシ。エゾカタビロは回復しながら頭突きで相手のスタミナを奪っていくんだ。なかなか渋い戦い方をするぜ。まだ何かあるかい。初骨ドサハリ元気か。あのドサハリね、まあ、初代横綱なんだけど、最近あのジャンボキングがチート級の強さを誇ってるんで、うちのメインになりつつある。てかうちのメイン今の。大釜の技はどれもなんまら強いけど、例の最強必殺技はすっごいよね。まあその分めったに出さないけどね。まだ何かあるかい。でもそうなんだよな、やっぱりね、一番最初ってこともあってドサンコハリケーンみんなからも人気なんだよな。人気投票してえな。ドサハリザジャンボキング、サンダージェットミルキー仮面。はっきり言って大クワと互角に戦えるのはカブトムシだけさ。なんまら強いんだ。まだ何かあるかい。アンケ、じゃアンケ最後にしようぜ。最終日にアンケするわ。最終日にミチちゃんが好き？あ、ニューの虫じゃん。これ何？最終日に虫アンケするわ。ミルキー仮面。あれ？どこだみんな。エントリースジクワガタサンダージェット。ミヤマクワガタジャンボキング。ヒメオオクワガタドサンコハリケーンかな。あとあれ、ミルキー仮面いるよな。ミルキー仮面とミルキー仮面ドサハリジャンボキングサンダージェットだよな。うん、中間結果。いる？女の子の遊び知ってるの？うん、そうだよ。ゴム飛びしよっか。ゴム飛びしない。なんで夏休み中こっちに戻ってきたの？あのね。ん？みちはこっちに親戚がいるんだ。休みの間だけそこにお世話になってんのさ。そうなんだ。じゃあ僕と同じだ。じゃどけて。ハヤトくん。ここにいたらどうなんだろう。そっち移動しちゃうんか。せっせっせってやる。そう、あ、着替えやるわ。さて、新しい服ね。無地にしよう。ねえ、王様ってどこの国の王様なの？なんか無地の T シャツダサいよね。爽やかだけど。何かいるかな。ノコギリ。やったね。ノコギリいらん。何かいるかな。チェックのがダサいわ。さすがに嘘でしょ。何もいないよ。さすがに嘘だろ。砂糖水を使おう。ショコさんおやすみ。はい、おやすみなさい。
画面の上見切れてんのはね、これ塩。見切れてんの文字だけだからいいかなっていう考えです。画面大きくするための、まあ、対策というか。うわ、気持ち悪い。トラフシジミ。いや、そこいらっしゃい。カブトムシはね、交換してもらおうかなと思ってる。何かいるかな。やったね。おさむちゃん。何かいるかな。やったね。メスミヤマ。いやーちょっとさー、この僕夏でさクワガタとか取ってたらさ、何かいるかな。リアルでも取りに行きたくなるわ。ちょっともう遅いけど時期。うわすごいの。でかい。68ミリ。やばい。ジャンボキングを凌駕するでかさ。何かいるかな。立ち見も読んでるよ。ごめんね。何もいないよ。これでかいぞ。水を使おう。もしかしたらこいつジャンボキングを、ジャンボキングをも凌駕する力を持っているかもしれん。ちょっと待って。見てみよう。こっちで確認してみよう。ジャンボジャンボじゃん。ウルトラジャンボキング。なんか。でかい。でっか。気持ち悪い。でかすぎるんだけど。嘘だろこいつ。モンスターじゃねえかこれ。じゃあ虫相撲やってこよう。早速行くわ。いやでも俺ジャンボキング手放したくないよ。あ、虫相撲や持ってきました新しいやつ。今日キング戦ったっけ。最初は私ね。キング見てみよう。ごめん持ってないんだわ。あ、僕持ってない。ハヤトチェンジするべ。俺持ってないぜ。あ、キングいねえわ。緑チェンジ。誰も持ってないみたいだべさ。キングダメだ。ちょ弱いで様子見してみようぜ。経験積ませないと。いいね。まあ余裕でしょう。ん、おおびっくり。赤足はこうやってちょっと抵抗してくるからな。頼むぜ。こんばんは諸骨です。いらっしゃい。友達いなくなる。次は私だよ。じゃあもう強い行くわ。絶対負けないと思う。これにしよっと。強いでもいける。これ絶対いける。勝ってね。負けないで。パワーが違う。の勝ちっしょ。あ、危ねえ危ねえこいつ危ねえ。次は僕の番だべさ。ガンバガンバ。なんか言うことないか。すいませんでした。慢心してすいませんでした。よし行け。うわ
まずいっしょ。やっぱっ、びっくりした。何それ。うわ、まずいっしょ。うわ、負けちゃったべさ。いやー、やっぱ経験積まないとダメなんだな。ハヤトザウルス1号、よしょく、お前と名前似てるやつがいて間違いが来たぞ。いらっしゃい。負けちまうよ。そんなやついんのか。名前出さって、おい。それどっちにも失礼だからやめて。いいね。上手投げ。あれ、オークワが負けちゃったよ。次は私だよ。余裕ですね。勝ってね。でかくね、オオカマキリ。おお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 、はい。あれ、私の負け。強い。しかもスタミナの伸びがいい。次は僕の番。これ本当に負けなしになる。スタミナ伸びやばない。よし、行け。うわ、まずいっしょ。負けちゃったべさ。じゃあ次は俺の番ね。虫たちは争いなんてしたく。あ、でかい。オークワかっけー。オークワがったかっこいい。頑張れ。うらやましい。負けちまうよ。初見さんどうも。僕なんて面白い。お、負けたよ。超ぶちかましなんて覚えてたの。負けちゃったよ。次は私だよ。勝ってね。え、マジでこいつ強すぎん。あー、負けちゃったしや。今ね、17か6か、そんくらい。次は僕の番だべさ。最初ね、まあただただ相手を押し出すだけの脳筋だったんだけど、最近技よく覚えて、いろんなことやるようになったね。最初に捕まえた鬼クワガタどうなった？最初に捕まえた鬼クワガタ？いけいけいけ！それ多分もう覚えてないわ、どれか。6回背中を押すとき最大に興奮。1、2、3、4、5、6、最大興奮。お、これやばいんじゃないの？危ない。次は私だよ。まあ、2、3回がちょうどいいかな。背中押すの。あれ、私の負け。次は僕の番だべさ。いや、これキングでとてつもない化け物と戦わせたいわ。早く。うわ、まずいっしょ。ちょ、フラグ立たないかな。キングフラグ。次は俺の番ね。てかさ、僕夏配信しててさ、いけいけいけ。僕の僕夏の配信ほとんど虫相撲やってない。頑張れ。うわ、負けちまうよ。面白いんだよな。今回は今回さ。次は私だよ。面白いんだよなこれ。勝ってね。僕と虫相撲。あ、僕の虫相撲。次は僕の番だべさ。次。よし、行け。あ、今70しようか。あー、悔しい。虫キングちっちゃい頃やってましたよ、ゲーセンの。じゃ、次は俺の番。100円入れて持ってるカードで戦うやつ。懐かしいね。負けたよ。いや、勝ち数に限界はないんじゃない？勝ってね。
何使ってたかな。ああ、負けちゃった。今もカードあると思うよ。10枚ぐらいしか持ってなくてさ、それを無理やりやりくりしてた。次は僕の番だべさ。よし、行け。うわ、まずいっしょ。百勝まで行かせたいな、こいつ。うわ、まずいっしょ。ああ、負けちゃったべさ。じゃ、次は俺の番ね。行け行け行け。頑張れ。スタミナの量だけじゃ勝てないんだ。ハヤトよ。出るんじゃねえぞ。よし。今回は今回。ぶちかまし。次は私だよ。待ってね。明日からハブられちゃうかな。いや大丈夫だろ。だってハヤトみたいにズルしないもん。ハヤトはデパートで買ったカブトムシ使ってきたからな。よし行け。あー悔しい。わかんない、100勝でなんかあるかもしれないからとりあえず100勝までやらせたいよね。じゃ次値段見てみっか。行け行け行け。みんなでボックの悪口言ってる。あいつあんなでけえクワガタ使ってきてせこいよな。 22.4 上がってる。あれはこいつは 6.8 安い。まあ育ってないからか。スジクは見る。いいよ、サンダージェット行くか。決まれば強いんだよな、角ドリル。頑張れ。出るんじゃねえぞ。やばい、技出れば勝ち。出るんじゃねえぞ。はい、勝ち。あ、負けたよ。決まれば勝ちなんだよ。いや、外したら負けのモルハの剣、この人。よいしょ、よいしょ。勝ってね。負けないで。あ、おお。負けないで。自爆以外でやられると、ちょっとシュンとしちゃうから。私の負け。それ以外でやられてくれ。頼む。次は。あ、それ以外じゃねえ。自爆だけでやられてくれ。やられんだったら。よし、行け。あ、来た。あ、まずいっしょ。はい、僕の勝ちなんだ。どういう負け方してんだよ、シン・ウッチャリ。ダメだ、スジクはダメ。安定性なし、安定性全くない。ロマンだけなんだよ。よし、行け。ゾサハリ。まずいっしょ。ああ、やばい。ゾサハリはね、技失敗したら守備表示になっちゃうよ、しばらく。ああ、負けちゃったべさ。それがあかんのよな。じゃ、次は俺の番ね。頑張れ。うわ、負けちまうよ。チョコ寝る。おやすみ、おやすみなさい。次は私だよ。勝ってね。負けないで。あ、ちょっと待って、そういやさ、あ、やばい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 。負けないで。お前負けちゃったしや。トルネード突っ張り、こんな技があったのか。次は僕の番だべさ。ベテランの技だ。今の技は見たことない。よし、行け。頼む。うわ、まずいっしょ。やばいやばいやばい。俺たちもハリケーン、ま、やっぱ人気だな。ドサハリエ。この分負けちゃったしや。じゃあ次は俺の番ね。一応ね、
ヒメオオクワガタのこいつより大きいの捕まえたんだよな、さっきビッグの。それもちょっと戦わしてみたい。これこれ、あれでもそんな大きさ変わんねえな。頑張れ。あ、しかもこれ相性悪い。あ、相性悪いやつだ。ミルキー仮面出すわ、こいつには。同じモンスターでいく。いけいけいけ、頑張れ。いけ、よし、ナイス、ナイス、敵討ち、ミルキー仮面の。次は私だよ。待ってね。いいね。負けないで。ミルキー仮面はちょっと、ああ、負けちゃった。ずる賢い的なとこあるよな。次は僕の番だべさ。まあこんなもんでいいか。じゃ、したっけ、したっけ、バイビー。夕方なってる。今日のこの夏休みのアーカイブは、そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら、まあ録画でき次第あげるかな。ね、そう、録画とあのね、エンコードの時間がね、尋常じゃないぐらいかかんだよな。だからそれで上げるのちょっと遅くなっちゃう。まあできるだけその次の日には上げたいけど。チョコの夏休みいつまで31年、今17だけどこれ31で終わりだと思われる。クソ時間かかってる割には見られてない。違うんだよ、視聴回数が欲しいわけじゃないんだ俺は。チョコはミチと緑どっち派？緑ちゃんかな。緑ちゃんのツンデレなとこがすごい可愛いわ。ミチちゃんはなんだろう、不思議ちゃんって感じするね。俺は DVD じゃなくてお前を見に来てるから関係なく見てる。その言葉がどれだけ嬉しいか。ありがとうございます。まあ、もちろんデッドバイデイライトね、見てくれるだけでもね、すごい嬉しいですけども。それ以外の配信も見てくれるとね、まあ、なんていうか、励みになるというか、喜ばしいことですよね。ハゲミってなんでそのハゲになんだよ。誰がハゲなんだなあ。DVD やめて動物の森やれ。すいません、皆さん今日から僕デッドバイデイライト引退して動物の森ゲーム実況者になります。重大発表っていうタイトルで動画あげよう。クソ荒れそう。そう、荒れそうなんだけど大丈夫かな、いいのか。登録者1万切る、マジでありえそうだから怖え。僕くん、今日の晩御飯は何でしょう。当ててみせよう。ヒント、大人もハンバーグ、みんな大好き。お、ハンバーグじゃない。あ、おい、八宝菜食べ放題。ね、あのさ、あれ俺この話したっけ、大学の時によさこいサークルで一緒に、まあ、友達いたんだけど、その友達にあの冷えた八宝菜ってあだ名の人がいたの。いや俺これ話したっけ、この話、冷えた八宝菜っていうあだ名、あだ名がだよ、聞いたことある。ちなみにこの人今も仲良くしてる人。じゃあ当たるか外れるか分かんないけど、
楽しみにして待っててね。その忍たまから取ったんだろうと思うけど、あの由来は聞いてない。なんでそうなったかは聞いてない。みんながそう呼んでたから俺もそう呼んだ。ちなみに冷えた八方斎とは呼んでない。八方さんとか八方さんとか、なんか八方じゃなくて七に宝って書いて七方とか、なんかよくわかんない呼び方とかしてたわ。懐かしいな。元気かな八方さん。八方さん元気かな。全然会ってねえんだよな。八方と八丁で配信しろ。うわ懐かしい。八方さん、おい、僕よりもガリだったんだよね。なんか毎日さ、食堂行ってんのにカップラーメン食ってるような不摂生な生活してる人で、割とクレイジーだった。チョコ今来たぞ、いらっしゃい。ツバメのヒナを救ったよ。足元からなんだか鳴き声が聞こえてきたんだ。助けてくれたんだ、お手柄ね。まだ無傷で5羽残ってるね。なかなか偉いぞ、僕くん。ちょこっとだけ見直したわ。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ああ、夏休みもあと2日でおしまいか。私も子供の頃、内地の長い夏休みが羨ましかったな。え？こっちは2学期が20日から始まるんだよ。知らなかったの？うん、びっくりした。ちょこっとねえ、そういえば僕って何日に帰るの？え？それも知らないのかい？うん、確か余裕を見て28日くらいだったと思うよ。マジ？内地へ帰るのには何日もかかるんでしょう？うん、でもその時期って確か僕くんのお母さんの予定日なんだわ。何の？子供が生まれる予定の日。そうなんだ。だから僕くんのお父さん本当にその時期に迎えに来れるのかなってちょこっと心配。 うちの子になっちゃえば。僕が緑の弟？え？なんでお兄ちゃんじゃないのさ。だってお父さんが長男は大変だぞって言ってたもん。うわーいいなー、なんか団らんって感じ。なんか伸びそうだね、普通に28じゃなくて。婿養子なるべ。なあ。あ、っていうかなあ、熊の剣どうなっちゃうんだろう。ちょっと心配。困ったことになりそう。おお。いや、チョコ思うなって。違うよ。今の俺じゃないよ。今の俺じゃないって。僕初じゃないから。いや、人のせいにすんのか。だって、コメントにあったんだもん。それ読んだだけです。それ読んだだけです、私。多分緑また外にいんじゃないの。ほら。うん、まずいな。なんだ。ピロシキの眉毛なかなか消えないっしょ。眉毛やっぱり油性ペンで描いちゃダメだな。何やってた。
やっぱり油性ペンで描いちゃダメだな。なんで油性ペンで眉毛描いちゃったの？イベント逃したくさい？嘘。お化粧か。答え合わせ。どう計算しても赤字になっちゃうべさん。赤字って何？例えば6月はものすごく売り上げがあったけど、7月は暑さであんまし牛乳が出なかったの。そうやって損した時を赤字って言うんだわ、うん、僕なんか暑いと牛乳をたくさん飲みたくなるのにね。そうだよね。今日の晩御飯は緑の大好物、肉汁たっぷりなジューシーハンバーグにハムを添えた巨大サラダとコーンスープをつけました。僕くん大正解でした。ハンバーグが好きなんだな。じゃあ標本やるか。コーンスープすこ。今日のラジオノリノリ。メス赤緑しじみ。元気いいなお前。俺スコっていうやつ嫌いだわ。ごめん。使っちゃった。ヘル縦派。レアはね、やんない毒は。もともと俺たちはショコが嫌い。じゃ心配ないな。あ、ごめん。そういえばさ、YouTube で僕狼っていうゲームやったんですけど、それの。まとめ動画みたいなやつを上げてくれた人がいて、それをね、今度なんか雑談配信でもするときにチラッと見てみようかなと思うんですけども、みんなでね。こんばんは。またお会いできましたね、宮本師匠です。今日も私宮本は皆さんのでも30分ぐらいの全部をまとめた動画みたいな感じだったから、ちょっと長いんだけど、まあ途中ぐらいまでみんなで見ようかなっていう。ありがたい。もう本当感激した、マジで。うわ、狼こういう風にまとめてくれる人いんのかと思って。面白いところが30分。いや、ただ単純にその物語の流れとかをまとめてくれたんだと思う。ショコの人生をまとめる、それはさすがに無理だ。これ図鑑載せるだけで。はい、こいつはいいや。ぐっすりということで、すっかり扇風機に夢中になってしまいました。風丸ごめん。最初の方しか見てない、まだ。だからまあ今度ね、みんなで見ようかなと思ってんで。こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ところで今年は野球が楽しくて仕方がありません。チェイスのまとめも3本ぐらい。なんだそれ。あーなんか誰かに教えてもらった DM で、こんな動画上がってましたよみたいな、あれかな。ショコって自分の動画見るときどんな気持ちで見てんの？どんな気持ちか。うわこいつ何言ってんだろうみたいな。後で見てみるとさ、この
ゲームの流れをさ、全然つかめてないことがあったりしてさ、何言ってんだろうみたいに思うことがあるんだよな、たまに。なんかコメントチラチラ見ながらゲームしてたら、割とさ、ゲームの内容をすっぽかしちゃうことがあって。まあだから、ちょっと、改善しないといけないなとは思ってますけども、日々。今17。こんなもんか？こいつもか？視聴者のせい、違う、そういうことじゃなくて、なんか、チラチラやっぱコメント読みたいじゃん、やっぱした。それでゲーム側見てなくて、うん、今何やった？みたいな。そういうのなくさないとなーって思うわ。スジクはやったっけ？あ、やってない。このまったりした時間、好き。最後の挨拶したっけ、バイビー。動画でもそうしていいっすか？新しい挨拶。立ち見じゃん、ここ、どうも。なんか今日割と立ち見いるんですよ。今日は一人じゃない。ありがとうね、みんな。あれ、もう全部やったか？終わりか。そういえば、ショコ、QT あるゲームやってる印象ない。まあ、デッドバイぐらいか。ごましじみ。割と埋まったね。まだ未知の甲虫がいそうだけど。こんくらいかな。よし、さあ寝よう。おやすみなさい。チョコにコメント読まれたい。できれば僕も全部拾いたいですけども。熊の子供を逃がしたけれど、日記に書いてしまったら、僕の悪事がバレちゃうね。これが証拠品になります、後の。後の証拠品になって、捕まってしまうと、いうわけなんですね。自覚あったのかよ。でもまだ若いから大丈夫。若いからな。お風呂入ってるよ、毎日。とにかく大変な騒ぎだ。何？どうしたの？誰かが小熊を檻から逃がしたんだって。鍵が古くて簡単に開けられるようになってたんだわ。あ、誰だ小熊を逃がしたのは。そう思ったけど、よく考えたら犯人は自分だった。大変なことになった。じゃあいただきます。おい、いただきます。おい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。パフパフじゃないよ。しかも、じゃあいただきますって、切り替え早くない？まずい。小熊を連れ戻さないと。小熊、捕獲イベ、発生したね。まずその前に、ツバメの安否確認して、よ。ねえ、
みどりちゃんは小さ…同じ質問だな、これ。大丈夫だな。なんもさ。このゲームやってると北海道弁喋りたくなっちゃうな。ちょっと映りそう。まあお寺行けばいいのかな。コリボンはね、放牧されてるからもう餌あげれないんだよね。自立し、お、クマ探しかお前。おじちゃん。おじちゃんは逃げた子グマを探してるの？うん。早く見つけないといけないからね。そうだそうだみたいな。それにしても一体どこへ行ったんだろう。僕も探そう。一応見てみますか。手がかりを。お坊さんが。はあ、困った困った。子グマが逃げちゃったから困ってるの？いやいや、子グマが勝手に逃げたのではなく、誰かが逃がしたんだよ。どんどん確信に。そうなんだ。近づいていく。困った困った。確信に近づいている。なんで誰かが逃がしたって分かったの？檻は中から開けられないはずだからね。僕くん、聞くな。やめとけ。詮索するな。どこにいんだろう。いるとしたらどこだ？森かな。森行くか。何かいるかな。普通に。やったね。お前が檻に入れ。何かいるかな。やったね。やったね。ん？ノコギリカミキリ。はじめまして。何かいるかな。何もいないよ。はい。砂糖水を使おう。よし。じゃあ光ってるやつ取って森行きましょう。探しに行こう。クマルート覚えたから、今回はね、まっすぐ見ていくか。まっすぐ前見て、後ろ向かないで。方向行くべ？やばい、やばいやばい、寄りすぎ寄りすぎ。もうちょい左。おい、おい、行きすぎ行きすぎ。そう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 。で、インコースな。インコース攻めて。インインコース、インコース、インコースで、ね、よし、楽しい草滑りの始まりだね、みんな。もうダメだ、もう。え、違う。さ、後ろ見ないと滑ってっちゃうんだよ。いや、しかもスタックした。いやー、このさ、このスピードのまま行って大丈夫かなっていう、不安が。わかった、じゃあ、次の日は、本当に勢いで行くね。後ろ見ないで。日和らずに行ってみよう。久しぶりに俳句やるか。さてと、今日はどんな用事だべさ。よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。よし、行くぞ。
ってないやつなんだまだ。うん。ジンギスカンとか使ってないな。ジンギスカン使うのむずいな。春夜空デートしたのは川の中どこでデートしてんだよ。吹きのとう焼いて食べたらジンギスカン。吹きのとう焼いて食べたら。おいおじさん評価してくれ。おじさんなら分かってくれるきっと。ほら言った通りだ。出来栄えだな。名付けて。なるほどジンギスカン。ほらね。さて採点は。おじさんはね分かってんだよ。なんか僕くんと通じ合ってる。やったー。味覚障害。冬の間ずっと雪の下に埋もれていた犬のうんこを思わず見つけてしまった春の日って感じだな。おお。なかなかすごい。見直したべさ。次回また精進して頑張るようにな。悪口なんかな。ん？また何かよっかい？よっしゃ。間違えた。森に行きたいのに。お寺行っちゃったよ。ありがとうおじさん。なんもさ。遠回しにクソ扱い。レンガ終わってます。そう、今からそこに行きます。ここね。でここにクマさんがいるんじゃないかなっていう予想なんですけど、いねえか。ここじゃないのか。警察行った方がいい。クマ逃がしたの僕なんですって。え、いなくない？え、草滑りしてる時いた？嘘。皆さんトイレ行ってきていいですか？腹痛です。うんちしてきていい？行ってきます。さよなら。ごめんなさい。しばらくお待ちください。
はい、戻りました。何これ、ねえねえ、帰ってきたらさ、帰ってきたらニコニコのコメント欄全部うんちなんだけど。ねえ、長すぎ、すいません、ただいま。カットしないよ。お前が出したうんち、画期的だね。今の時代ってニコニコのコメントってそういう感じなの？ピタッと連投止まって、草いいね、ありがとうね。今来たんですけど、さっきのは何ですか？ごめんなさい、さっきあのトイレ行ってたんですけど、その間みんなが遊んでたみたいで、まあ気にしないでください。ごめんね。え、クマいないけど、ねえ、やばいよ。今日見つけないとダメだよね、きっと。エゾエンマコオロギ。でかい、でかすぎる、オオカマキリ。え、水の中かな。YouTube ではお行儀いい人多いから落ち着くわ。何？こっちお行儀悪い人多いみたいな。川沿い行ってみっか。あ、わかった。わかったわかった。あっちか、もしかして。僕がよく釣りするところじゃない？え、クマ探さなくていいのかな？え、何このセミの鳴き声？初めて聞いた。え、今の鳴き声って何？この、ギュイーン、デデ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 デみたいな。これ今鳴いてるやつ、今鳴いてるやつ何？いや、つくつく帽子じゃないべ。あ、これアブラゼミ？アブラゼミってこんな鳴き方なんだ。これ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 、聞いて聞いて。ギュイーンって。あー、これアブラゼミなんだ。え、現実で聞いたことないかも。戦闘機こんな音じゃないでしょ。でも、つくつく帽子の方がよく聞かない？つくつくピーヨー、つくつくピーヨーみたいな。ねえ。アブラゼミの声初めて聞いたかもしんない。泣いてんじゃん、今。つくつくピーヨー、つくつくピーヨー、つくつくピーヨーっつって。ここにいいんじゃないかなって思うんだけどな。今見た感じいねえな。いないね。どこにいるんでしょうか、クマちゃん。虫相撲やりまっか。キング行こうか。今日見つけないとイベント終わっちゃう。やっぱりじゃあ見つけないとダメなんだ。こんにちは。今日もみどりちゃんがいないね。うん、今日も牛の世話だよ。昼過ぎからは庭で合唱会の練習するってさ。ボクちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか？みどりちゃん食われた。やっぱ虫相撲の横綱といえば大桑さん。
大桑に対抗できるのは、おっと、これはまだ内緒ね。まだ何かあるかい？じゃ、また用が。いや、隼人に聞きたいよね。みちちゃんのこと好きなのって。虫相撲ちょっと待って。やっぱもうちょいクマ探したい。もしかしたらいるかもしれんし。羊食われんのかな。あ、草滑り行ってみるか。今日ってまだ草滑りしてないっけ。割と一日の最初の方にやっちゃうから忘れちゃうんだよな。気持ちいいな。まあこの日終わりで今日は終わるかな。2時間半経ってるしな。時間多くやっちゃうとさらにエンコード時間かかっちゃうから。実際うんちだったかどうかは言及しないでしょ。でもうんち行くって言ってるな。あと4日？ 4日は無理じゃない？ 4 日やったら、だって今日進んだの4日だよ。もう2時間半じゃない。今日虫相撲いっか。あ、歌ってる。クマ見つかんなかったわ。悪い。多分明日の朝クマの話すると思うんだよね。ここっておっきな声で歌っても隣の家に迷惑。あ、話すまね。朝の霜、ただ水鳥。なんかすごい上手くなってるね、マジで。最初より上手くない？だよな。人は旗に麦を踏む。芸に小春日の
いや、歌上手くなってるでしょ。最初の方だって声かすれてたよ、うーみたいな今のやりすぎだけど、声かすれてたとこあったからね。それがなくなってるって考えたら上手くなってきてる。今、ごめん、今のは過剰にやりすぎたけども、けれどもそんな感じのところもあったっていう。いや、志村けんかよ。確かに志村けんっぽかったかも。僕くん、今日の晩御飯は何でしょう。ヒント、羊のお肉を使います。ジンギスカン。じゃあ当たるか外れるかわかんないけど、似てない。楽しみにして待っててね。志村けん似たいっすか。自分が一番受けてる。受けてんじゃなくて恥ずかしくて、何やってんだろう自分っていう笑い。ピングーみたいな声してた。今のは使うタイミングは、相手が言った言葉が分かんない時に対して聞き返す時に使う。いや、あと2日、いや、さすがにこれで終わる、今日は。ガキンチョたち、ご飯できたよ。さぎりきゆる港へのうねにしろし朝の霜。ねえ、ジンギスカンってなんでジンギスカンっていうの？さて、なんでだろうね。義経が内地から北海道まで逃げてきて、その後大陸に渡ってジンギスカンになったという話があるけど、うん、それと関係があるのかな。義経が食べられちゃったってこと？いやいや、ジンギスカンは羊のお肉。義経は大昔の偉いお侍さんだよ。アイヌの間では義経は英雄の一人さ。神様扱いで義経を祀った神社まであるんだわ。へえ、そうなんだ。不思議な話だよね。じゃあいただきます。いただきます、うん、結局ジンギスカンの由来って何なんだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、わかんない、知らなかった。さっきタンスから水着出してたけど何すんのさ。もう盆も過ぎて水が冷たいし、まさか川に泳ぎに行くなんてことはないだろうね。時、あんまし危ないことすんじゃないよ。はいはい。ねねねね。ドキ。やべえ、明日ちょっと楽しみだな。おばちゃんは算数が得意なの？熊の剣はおそらく明日の朝。みどりも算数が得意なんだ。マティナ性格なんだわ。待て。そうよ、几帳面なの。じゃあおじちゃんは待たないの？あれ、マティってわかんない？方言なのかな。どういう意味ですか、待て。今日の晩御飯はスタミナいっぱい、羊の肉に野菜ももりもり食べられちゃうようなジンギスカンに卵スープとさっぱり酸っぱいたたき梅球を添えました。僕くん大正解でした。犬に言うやつは待てじゃないの。俺らに聞くな、エアドサンコ。いや、ドサンコですけど、わかんない。おじさんのジャガイモ転がっていっちゃうよ。ふーちゃん聞いて、いらっしゃい。また牛のお世話してるね。はい、きっとこれで全部。あ、先外出てお風呂入る、後で。ん？あれ？焚き火やってないじゃん。なあ、僕ちゃん、子熊はこのまま逃げられると思うかい？わかんない。子熊、一度でも人間から餌をもらった熊はまた人里に出てくる可能性があんのさ。
なんでさ、なんでそんなフラグ立てんの、おじさん。おじさん。ねえ。やめてよ。また後で人里来るみたいな。これバレてんのかな、これ。釘刺されてんのかな、今。まずいな。眉毛か、また。ヒロシキの眉毛、なかなか消えないっしょ。ジジイはもう気づいてる。やばいな。いや、俺は、あのね、惨劇の方じゃなくて、感動の再開ルートを希望します。今はまだ帰ってこないけど、後々、自分が大きくなった時に、人里降りてきて、あの時僕を逃がしてくれた男の子だって言う。無理。あ、じゃがいもおじさんの話じゃん。じゃがいもを嬉しそうに抱えて走っていった。どの家の配達よりも少女への一つのじゃがいもの配達が嬉しかった。私には生まれてすぐに亡くした娘がいて、生きていればちょうど少女と同い年だった。あ、風呂入ってない、やばい、スルーしちゃった。私は少女の姿を、あ、意外とかっこいいなこいつ。ゴキブリみたいだけど。ゴキブリって実際そんな気持ち悪いんすか？病気でもなったのか。まさか事故ってことは。実際どうなん？心配をしても少女の行方を知ることはできない。私と少女の世界は汽車でたった二駅分だけなのだ。気持ち悪いってさ、動きが早いからゾクゾクってする感じ。飛ばれんのはやだな。別に素早く移動されるぐらいだったらまあ許せるけど、飛んでくんのはきついわ。飛んでくんのはマジきつい。実際のところ道民ってゴキブリエアプなの、多分ほとんどそうだと思うよ。だって本当にゴキブリがいるところなんてあれだもん。なんか路地裏とか、そういう路地裏のゴミ置き場みたいな、そういうところぐらいしかいないんじゃない、札幌でも。はい、まあ、てわけで今日はね、これぐらいで終わりますかな。何もない日か今日も。一応小熊探したんだけどな。というわけで明日、おそらくね、みどりちゃんのイベントかな、あとクマのイベントもまた明日もあんのかな。わからないですけども、次回を楽しみにということで、今日はこの辺でお開きにしていきたいかなと。はい、アーカイブはまあ録画して演講終わり次第あげますので、まあ明日明後日ぐらいにはあげます。それじゃあ皆さん、長い間ありがとうございました。また次回の僕夏もね、よろしくお願いいたします。夏が終わるまでにクリアしたいな。31までか、うーん、きつい。9月入っちゃうかもしれないけど、はい、じゃあありがとうございました。お疲れ様です。おやすみなさい。さよなら。したっけ、バイビー。